海と日本プロジェクト in 神奈川メッセンジャーの石井優香です。今日はオリジナルイベント神奈川海新聞ちびっこ記者になろうの1日目の模様をお届けします。神奈川県内の小学校に通う 5,6 年生を対象に行われた神奈川海新聞ちびっこ記者になろう。恵み豊かな神奈川の2つの海、相模湾、東京湾を守ろうが今回のテーマです。海は一番大切だと思いますので、2日間子どもたちにですね、そういうことを勉強していただければ非常にいいんではないかということで期待しています。アクアミュージアムの見学です。東京湾、相模湾と一言で言っても実はすごく多様な環境があって、いろんな環境問題が言われてますけれども、そういうふうな問題とその海の生き物とか水族館がどういうふうに関わっているのか考えるきっかけになってくれればなと思っています。次に向かったのは横須賀の長井水産。相模湾や東京湾で獲れる魚について学びます。漁業の現状を知ることにより、みんな海への関心を深めました。この日の最後は和田長浜へ。ここではビーチのゴミを拾い議論をしながらゴミの問題について考えるビーチコーミング講習を受けました。実際に浜へ出てビーチコーミング体験です。今まであんまり海のこととか知らなかったけど、いろんな海のこと知れて。ちびっこ記者たちの取材は2日目に続きます。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。